アップル iPhone は iPhone の iPhone5 で初めて採用されたライトニングコネクタ iPhone5 はアップルが開発したタッチスクリーンベースの携帯電話である iPhone の第6世代目の機種である2012年9月12日アメリカサンフランシスコにあるヤーバブエナ芸術センターにて発表されたアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、シンガポール 日本、香港の旧地域では、同2012年9月21日に、その他多くの地域では9月28日に、発売された。日本では iPhone4S と同様に、ソフトバンクモバイルと KDDI、沖縄セルラー電話連合より販売されている。以前の iPhone シリーズは3.5インチの画面だったが、縦に長くした4インチの画面になった。これに合わせて、 筐体も縦長になった。液晶ディスプレイはインセル型タッチパネルを採用し、従来に比べて薄型軽量化を実現した。内部ではソックに Apple A6 を採用した。これにより CPU とグラフィック性能が iPhone 4S と比べて最大2倍の処理能力となった。通信機能では第3世代移動通信システムの次世代通信技術である。 ロングダームエボリューションに対応した。また、従来の 3G の通信機能も強化が図られ、GSM モデルでは、HASPA と DCHSDPA、CDMA モデルでは、e、EV、DULEV、B に対応した。Wi-Fi についても、IEE802.11A と 802.11N 80の2 4ギガヘルツと5ギガヘルツ帯の通信が可能となった。 その他、カメラ機能は、全面カメラが 720p の構成サイドの撮影が可能となった。SIM カードは Apple が先導して開発した 7SIM を採用し、iPhone4 で採用したマイケロシムよりも44%小型化された。また、30ピンのドックコネクタも8ピンのライトニングコネクタに変更、厚さも 7.6mm と従来よりも薄くしている。 iPhone 5は LTE に対応し GSM モデルでは各地域の LTE サービスの提供条件に合わせて2つのモデルが用意され CDMA モデルと加えて計3モデルが用意される。日本では iPhone 5の発売日と同日の2012年9月21日に AU が AU4GLTE ソフトバンクモバイルがソフトバンク 4GLTE を開始した。 また au では LTE のサービス開始当初からテザリングを提供した。これは日本の iPhone では初めてである。ソフトバンクモバイルも2012年12月15日からテザリングに対応した。初めてこの iPhone でライトニングコネクタが採用され、充電やデータ転送に用いられる外部接続端子は同時に発表された第5世代 iPod Touch と第7。 世代 iPod などでも採用された8ピンのライトニングコネクタを採用し iPhone5 の製品パッケージにはライトニング USB 変換ケーブルが付属している従来の30ピンのドックコネクタと比較すると80%小型化され表裏の区別なく挿入可能な点が異なるまたドックコネクタ対応の周辺機器は Apple の許可を得ることなく開発できたのに対し ライトニングコネクタ対応の周辺機器は Apple のライセンスを受け認証チップを搭載しなくてはならない。この制限は充電ケーブルも例外ではなく認証を受けた製品でなければ充電することができない。QDoc 端子を搭載した周辺機器は変換アダプタを使って iPhone5 に接続できる。ライトニングは q ドックと異なりアナログ音声出力を搭載しないが変換アダプタに 音声のデジタルアナログ変換回路が内蔵されており、従来のドックスピーカーシステムなどを使うことができる。ドック変換アダプタのほか、VGA や HDMI、マイクロ USB との接続もアダプタを使うことで可能である。マイクロ USB 規格との互換性については、欧州委員会の規定により義務付けられていたため、当初はヨーロッパ地域でのみ、 マイクロ USB 変換アダプタが販売されていた。新型イヤホンイヤーポッツが付属品として同梱されるようになった。iOS 6.0を搭載。Facebook の統合、Google のサービスの削除、新しい地図アプリケーションの搭載、独自の電子チケットサービス、パスブックの搭載などが特徴である。その後、Apple 独自の地図の不備を CEO が謝罪し、Google マップは、 アップストアからダウンロード可能となった。画面が縦長になったのに合わせ内蔵アプリケーションは新しいデザインになった。iPhone5 向けにデザインされていない従来のアプリケーションは画面の上下端に帯を表示しオリジナルの23サイズで表示される。また iPhone5 の画面比に対応していないアプリは開発者のアップデートで順次対応している。 2013年5月1日からはアプリ審査において iPhone5 の画面比への対応が必須となり対応せずにアプリを公開したりアップデートしたりすることはできなくなっている2017年に開催された WWDC2017 で発表された iOS11 から iPhone5C と iPad とともにサポート対象外となった iPhone5 は アメリカ合衆国での予約開始から24時間で200万台を超える予約を集めた。これは iPhone 4S の2倍であり、Apple 史上最速である。発売後3日間に世界で500万台を販売し、iPhone 4S の400万台を上回った。しかしその後の出荷数は伸び悩んでおり、表だって公表はされていないものの当初予定よりも、 大幅に減産しているのは確実と見られている。2012年秋の時点で au ソフトバンクモバイルの LTE 対応端末は iPhone5 のみであり iPhone5 の発売が両社の LTE サービスを大きく前進させる契機となった au は au4GLTE を2012年12月に開始する予定であったが iPhone5 の発売に合わせて大幅に前倒ししている。 当初からテザリングに対応する AU に対抗して9月19日にソフトバンクモバイルはテザリング解禁などの施策を急遽発表。両者の間で LTE の普及速度などをめぐって絶戦が展開された。さらにソフトバンクモバイルの粗相会社のソフトバンクは10月1日に E アクセスの完全子会社化を呼びソフトバンクモバイルと E アクセスが業務提携することを発表。 iPhone5 向けの LTE の強化が直接の動機となった。その人気のために日本では iPhone5 の入荷日と発売日の間に盗難される事件が発生した。2012年9月21日深夜から早朝にかけて近畿地方で約220台盗難されている。詳細は大阪市、大阪府茨城市で191台、神戸市で約30台。 滋賀県草津市で5台となっている。犯人は明らかになっていないが、少なくとも大阪府のケースに関しては、同一グループによる犯行ではないかと大阪府、警察は見て捜査している。発売当初から購入したばかりなのに、側面のアルミにへこみがある、色が剥げて、下地が見えていることや、はじめから傷があったなどの声が多数あり、ユーザーによって画像やレビューも多く公開された。 問い合わせに対する Apple 公式の電子メールの回答では、どのようなアルミ製品も使っているうちに傷がついたり剥がれたりして元の素材の銀色が露出する。これは当然のことだとしている。iPhone 5に付属するライトニング、USB ケーブルの USB 端子の切り欠きの設計が通常のものに比べ深く、これにパソコンの USB ポートのピンが深く入り込み抜けなく、 なるとのことアップルストア店舗に持ち込んで直してもらった人もいるアップルケアサポートではこの問題は認識しており客の申し出によってケーブルの交換をしているとのこと 4s までは内蔵されていたカメラの赤外線カットフィルタを iphone 5では外したため光源によるパープルフリンジの発生が問題になっているこの問題に対しアップルは パープルフリンジの発生は正常であり、アングルを変更するべきだと回答している。2013年3月以前に製造された iPhone の電源ボタンが効かない、または断続的にしか効かなくなるという不具合があり、無償交換、修理対応を実施すると2014年4月29日に Apple が発表した。2012年9月から2013年1月の間に販売された iPhone 5のうち、特定のシリアル番号の個体で、バッテリー駆動時間が急に短くなったり、より頻繁に充電が必要になる不具合があり、無償交換、修理対応を実施すると二千十四年八月二十二日にアップルが発表した。二千十九年十一月三日までにソフトウェアアップデートをして、OS のバージョンが十点三四にしなければ正確な GPS 位置情報を維持。 できなくなり、正しい日時に基づいて機能する製品やサービスも使えなくなり、ワイヤレスでのソフトウェアアップデートや iCloud、バックアップはすでに機能しなくなっているため、出展、Apple Newsroom、アーカイブ番号なし箇条書きの項目。ありがとうございます。